3 0 0千年に一人の女優、新伝説に陰り。主演作爆死に万博ドラマも逆風。24年後期長ドラ、おむすびへの少年場。俳優の橋本環奈24が、テレビ朝日開局65周年記念ドラマプレミアム、万博の太陽。24年3月放送で主演を務めることが明らかになった。1970年、 アジアで初めて開催された日本万国博覧会大阪府一重引用府70は人類の進歩と調和をテーマに当時史上最多の76カ国、その他四国再帰港、一成長、六州、三企業が参加し、入場者数は国民の6割に相当する約6422万人を記録した。 日本の高度経済成長を象徴する国となった一大祭典を NHK 連続テレビ小説花子とアンやドクター X 外科医大門みち子シリーズテレビ朝日系などの脚本を手掛けた中園美穂氏6 4年元のタッグでドラマ化世界中の人たちと繋がりたいという思いを胸に万博で働くことを夢見たヒロインの青春と その家族の物語を心温まるヒューマンホームドラマになるという。主演にあたって橋本はこういう時代もあったなと懐かしむ方もいれば、私と同世代やそれよりも下の世代の皆さん日本の姿もあったんだ。と歴史的感覚で見られる作品でもあります。何より見れば必ず前向きになれる作品だと思います。ぜひ、 3月の方していてください、とコメントを寄せている。1970年の大阪万博はとんでもない盛り上がりだったと言いますし、日本が経済成長を遂げる勢いのあった時代の出来事でもある。当時の熱気や人々の生活ドラマになっているんでしょうし、橋本さん浜さに大役に起用されたと言えるでしょう。しかし、 今、2025年開催の大阪・関西万博には厳しい目が向けられていることもあり、ドラマ万博の太陽、さらに主演の橋本さんにも厳しい声が寄せられてしまっているワイドショー関係者、大阪・関西万博の建設費は誘致した当初は上限が1250億円だったものの、物価や人件費の高騰により、 2350億円まで激増。万博に直接関係するインフラ整備費は国費負担を含め計80億円に上ることも明らかになった。さらにロシア、エストニア、メキシコが万博への参加事態を表明したことも波紋を広げている。そんな万博をめぐり、大阪万博、マジ懇願中止してください。 無駄な税金を投入するのはやめてください。物価が苦しいのに万博もカジノも無駄な事業はいりません。二度と万博も五輪も日本でやらなくていい。大阪・関西万博は中止にした方が良いよ。といった声が殺到している。前室のワイドショー関係者が続ける。やらなくていいという国民の多くの声があるにもかかわらず、 大阪府、大阪市っぱっていて、税金が続々と投入されているそういうイメージがつき、今や2025年の万博は国民の敵といった扱いになっています。橋本さん主演のドラマ、万博の太陽は1970年に行われた万博を描いたドラマですが、タイミングがタイミングだけに、X、旧ツイッターには、 このタイミングだと間接的なプロパガンダドラマじゃん、といった意見が寄せられ橋本さんに対しても、橋本環奈さん、こういうの御用達みたいな印象あるな。大丈夫か、といった声が上がってしまっています。橋本といえば、福岡のローカルアイドル時代に、千年に一人の美少女、として注目を集め、その後は映画、暗殺教室、銀魂、キングダム、 かぐや様は釣らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ブラックナイトパレード、映画ネメシス黄金螺旋の謎などの話題の映画に続々と出演し、女優としての確固たる地位を築いた。今年4月クールに主演を務めたドラマ、王様に捧ぐ薬指、TBSK は、テレビ各局が10から49歳のコア視聴率も高く、スマッシュヒット。 CM でも見ない日はなく、さらに2024年後期の NHK 連続テレビ小説、おむすびでヒロインを務めることも発表されるなど、女優として順風満帆なキャリアを積んできた。民放キー局関係者が話す。20代前半の女優では最強の存在になり、1000年に一人の美少女から1000年に一人の女優になったとも言われるようになった。 橋本さんですが、万博の,の主演を務めることが明らかになり逆風が吹こうとしていると。万博ドラマもそうなんですが、現在放送中の主演ドラマ、匿名。警視庁特別会計係、関テレフジテレビ系も視聴率が全く振るっていないですよね。10月16日にスタートした匿名は、 お金にスポットを当てた警察エンターテインメント。経費削減の匿名を背負って本庁から派遣されてきた特別会計係の警察官一円はじめまどか、橋本が、所轄所の個性豊かな刑事たちとぶつかりながら次々と起こる事件を解決へ導く。姿を描く。ドラマの視聴者からは、匿名ってドラマありえないほどものすっごくつまらないんだけど、 やばいな匿名本当に泣けるぐらいクソつまらないな。などの厳しい意見も寄せられている。